ゲームチャンネル。皆さんこんにちは、こんばんは、ももがです。あ、誰誰誰、ポミ、今の声なんか違いましたよね。なんであんたがいんの。おお、俺だけ仲間外れか。ジェシーか。ジェシー。ディーナは無事だけど具合悪くて。なんだそれ。まあ平気。広がれ、あっちに行ったぞ。うちゃうちゃいるな。さあ今日もラストオブアス2続きやっていきたいと思います。トミーだと思ったらジェシーだったの。なんかあれですね、怪我してるっぽいですね、ジェシーが。一人で来たわけ。お説教はあと。いやでも心強いな、ジェシーだと。だな。なあ、あそこのトラック。おお。ちょっとマジ。なるほど。逃げるのに必要だし。あの車を奪うと。行くぞ。行くしかないのか。はい、慎重第一。さあ二手に分かれるなら一人ずつやっていきたいけど。あの家を見るか。ナイス。さすがジェシー、頼もしい。さあこっちを切る。よし、さすがジェシー、いいですね、ガンガンやっつけてくれる。お、車に乗りましたね。荷台に乗れるのかこれは。あ、乗れないな。なるほど、助手席ですね、すいません、失礼いたしました。いいよ、つけつけ。え、つかないの。やばい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 、襲われるやんと思っていたら案の定襲われてる。うわ、当たらないな。なんかよっしょ、よし、ナイスショ。もう一発、よし。さあどんどん増えてるので、ここは、おい、やばい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 、ジェシー。おお、あー、びっくりした。来るよ。やばいやばいやばい。ちょっと横も気にしなきゃいけないし、後ろも気にしなきゃいけないし。ナイス。あ、やばいやばい。お、出た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 。うわ、めっちゃ揺れて全然安定しない。うん、狙いが。撃ってもちょっと当たらないですね、全然。めっちゃ動いて。うん、ナイス。オッケー。さあ一人ずつ撃って殺していきたいけど、もう一発、よし、もう一発。ああ、ちょっと運転手の方から行きたいですね。ああ、当たらない。危ない、うわ、危ない危ない危ない。おお、大丈夫、二人とも大丈夫なの。ああ、よかったよかった。これでなんか動かなくなっちゃったらね。やばいやばいやばい、今度は感染者だし。動け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 、襲われる襲われる。よしよし、ナイス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 。おお、どっから降ってくるの。やばい、これは。あ、ナイス。おー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 、アトラクションみたいだな、なんかすごい。さあ突っ込んでって、もう、あ、これはやばいぞ。フェンスでもやられないのか。ああ、うわあ、やば。シートベルトしてないよね。してない。やばいやばいやばい。おお、大丈夫？あ、当てれそうですね。あ、よかったよかったよかった。さあ、あ、
なんかちょっと一安心。ふう。なんかジェシーも怪我してたけど大丈夫？大丈夫。超余裕。本当かよ。全然余裕じゃないけど。ほら立って。ああでもよかった死んでなくて二人とも。こっち。よしちょっとじゃあねリーナの元に戻りましょう。あよかった戻れそうですね。大丈夫ディーナ。ああよかったディーナも無事そうですね。よかったよかった。ちょっと嘘ジェシー。ディーナ。あやだ怪我したの。寝ればすぐ治るよ。入んないの。あ行こう。ゆっくり。なんかこの2人をね見る目がちょっと複雑そうですよね。お前ら放っておけないし具合は。まあお前らというかリーナだろっていうね。ほら座って休んだらやる。自分でできるっていいから。でいつジャクソン出たの。1日後。でもオレゴンが大雪で追いつくために毎日見てらんないよね。お、暗転しましたね。プレゼント渡して仲直りでいいだろう。バヤモンの出るから言わってだ。誰の声だ。え、聞いてんのか。トミー。うん、聞いてるよ。そうだ。これはいつだ？お、2年前。無視することはないだろう。俺なんて言われなきゃ自分の誕生日ですら忘れんだぞ。それはやばいですね。自分の誕生日忘れるって。エリー、何があった？別に。なんで？お前の様子が変だからだ。うん、考え事してただけ。いつでも相談に乗るぞ。はいはい。感染者だ。お、何匹？どこにいる？パトロール中ですかね。これで寄ってきちゃうんじゃない？試してみるか。お、試せるんだ。いいの？やりたい。今日は気分いいしな。スナイパー。赤い看板。スコープ。当ててみる。お、いいですね。よしいぞ。お、いっぱい出てきたな、感染者が。音に吸い寄せられて。倒しとくか。狙いを定めて撃つ。うん、当たらない。でもやるな。そうなんですよ。実はですね、さっきですね、機械トラブルがね、ありまして、何回もやったおかげで私上手くなっております。ナイス。はい。もうね、練習ねめっちゃやりましたから。は群れがここを徘徊するんだが、何匹か取り残されることがあるんだ。なるほど。毎年同じルート通ってくの？渡りの群れみたいにな。なんでだろう。なんでだろう。大気圧ってやつが一定の習慣。ナイス。さあ狙いを定めて。ナイス。小屋を見てみろ。ナイス。立ってるみたいな。なんで？もう一匹。お、食べてる。
腹減ってんだ。おお、いいですね。ゴルゴ13みたいですね。狙いは外さないみたいな。もうい人いるかもな。お、もっと練習させて。スキーリフトのそばだ。あっちの方見る。ゴンドラの下。ゴンドラの下。見えるか。支柱の下。あ、いましたね。もうちょっと、もうちょい上かな。よし、ナイス。まだまだ。この辺からですね、あの距離があるとこう弾丸がこう上から下に落ちてくるので、このね、十字の真ん中ではなくて下の方を狙うと言いますか、こう上にホープ線を描いて落ちるように、焦らず下の線の方をこう標準で合わせて狙うと。うん、ナイス。ほらどう？上出来。上出来。もうちょ、ナイス。慣れてきたな。はい、慣れてきました。そういないみたいだな。そうみたいだね。それじゃ行くか。ジョエルが待ってる。お、ジョエル待ってるんだ。もういいか。うん、ありがとう。うん、もう十分だ。そうか。お先にどうぞ。さあ、ジョエルのところに行きましょうか。余計なお世話。この下かな。ジョエルが心配してるぞ。別に心配する必要ない。今のテケテケテケっていうトミーの走り方が、歩き方可愛らしい。挨拶だけじゃなくて会話するんだよ。会話か。努力する。お、焚き火が。お前たちが撃ってたのか。エリーが感染者でスコープ試してたんだよ。はい、スコープの練習しておりました。どうだった？いい感じ。うん、めっちゃいい感じです。そういえばな、エリー、ギターの弦変えてないんじゃないか。変えるものなんだ。ああ、そうじゃ新しいのを見つけようかな。なんかこのぎこちない会話、楽器があっただろう。難しいですね。ジョエルはめっちゃ会話したいけど、ちょうどあそこは巡回先延ばしにしてたしな。このエリーがシャットダウンしてしまう感じ。どうするエリー。すごいなんか思春期の女の子と父親の会話みたいになってる。それじゃ退散する。さあ、弦を求めて楽器屋さんに行きましょうかね。ほら行け、待たせるな。はい、と言いつつ日記を見てしまうと。なんでいつもこのパトロールに志願するの？監視所で一番気持ちいいソファーがあるから、暖炉の近くで足を上げれば、うん、最高だね。結構定期的にいますね、ランナーとか。さあ、ジュエルが待ってるので行きましょう。ついてこい。もう生きてるキラリ見てるたびになんか悲しくなっちゃう。感染者に出くわしたのか。尾根から数匹見つけた。あら、ちょっとなんか久しぶりに乗るから。よし、ランナーが2匹。グループパトロールでお前はよくやってるってジェシーが言ってたぞ。そろそろペアで行けるんじゃないかってな。まあ俺に言わせればまだ早いが、銃の腕ならほとんどのやつに勝ってる。それに他の新人よりも経験で言ったら全然。エリー、お前がやれるっていうならやればいい。そっか、ありがとう。ただ頼むから短いルートから始めるんだぞ。いいな、それで様子を見てみろ。分かった。親心ですね。まあお前がハマってた
サベッジスターライトって漫画覚えてるか。うん。トミーとあの学校を通った時に何冊か見つけたんだ。面白かった？ああいうのは俺の好みじゃないが、ダニエラ・スター博士はかなり残忍でしょ。特にキャプテン・ライアンとのデスマッチの場面。あれね、あれはキャプテンの自業自得。どんな漫画なんだそれ。筋肉マン的な感じなのかな。なんか全然想像できないけど。お、うん、わかった。キラリ、いい子にしてて。いい子にしてるんだぞ、キラリ。あれが楽器屋だ。お、あの奥のギターのマークのとこですね。さあ、すんなりいけるのか。平気。ねえ、こっちはいけそうにないよ。何？うん、いけなさそうですね。前は泳いでいけたんだが。あら、それじゃあどうするの。お前さえよければホテルを通っていくか。うん、いいよ。うん、途中何もいないといいんだけどな。まあジョエルがいるからね。うん、まあ何かあっても大丈夫でしょう。扉がありますね。扉を開けれるのかな。開かないんかい。ここ、なるほど。え、這いずっていくのそこ。お前ここ通れるか。試す価値あり。え、通れなくない。あ、そういうこと。ジョエルが持ち上げるのね。オッケーオッケー。でこの隙間から入ると。入れた。よし、音は特には聞こえなさそうですね。うん、さあ扉を開けてジョエルと合流しましょう。お待たせい。お待ち遠さま。お待ち遠さま。もっとちゃんと食べろ、細すぎだ。これは言わないんかい。俺言わないんかい。お、先に行けそうだが、奉仕が待ってるな。マスクをしよう。しなきゃダメ。二人きりでしょ。誰かに出くわしたらどうする。はいはい、つけます。わ、本当だ。奉仕待ってる。ってことは感染者がいますね。ただでは行かせてくれないと。身長第一だろう。はい。マスクをつけずにいて。いつか誰かにばったり出くわしたらどうするつもりだ。そんなヘマしない。誰にもあのことは話してないな。ジェシーとかディーナとか。するわけない。それならいい。よし、登って。ここ入ったことあるの？いや、通りの巡回だけだ。うっかり見過ごしてたってことか。壁にすごい胞子と死体の跡が。あら、だいぶ前に撃たれたみたいだな。最後にパトロールが来たのは。さあな。ジャクソンの人。いや、確か失踪したのは去年いなくなった若者2人だけだ。こいつは老けすぎてる。なるほど、追い込んだんだろう。逃げた人ではないと。お、メモがありますね。さ、先進んでいきましょう。よし、登って。うわー、この扉開けなきゃいけないのか。何回す、うえ、音聞こえたわ。いるやん。いますね。
そうだな。いやでもね、ジョエルいるから大丈夫。さあ先進んでいきましょう。おナイス。さあまずはこの一匹切る。よし。わあジョエル攻めますね。ん？なんか音聞こえるな。なんだなんだなんだ。どこにいるんだ。あれ今見えたぞ。うえやばいやばいやばい。よしよし、オッケー。おーびっくりした。あバレたわ。大変大変。なんかもう正面からも横からも来てるな。もう一発もう一発、オッケー。ナイス。また増えたぞ。やるぞ。やばい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 。さあここにおびき寄せて2匹いっぺんに。ナイス。いいですね。ん？なんか右側の方から音が聞こえるな。あ、よかった。ジョエルナイス。こっちだぞ。はい。少々お待ちを。あ、その先？押せる？え？なに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 ？うわ、めっちゃ上から火炎瓶。ナイス。あれ？ちょ、待て待て待て。後ろに、後ろに。よし、オッケー。めっちゃ音するし。ちょ。どっから来るの？上から来てたよね。うん、降ってきた。よし、オッケー。え、もっといるよね。声めっちゃ聞こえるし。あ、降ってくる。よいよいよいよ。ナイスナイスナイス。弾を入れて。やばい、間に合わない。あー、間に合わないよ。やばい、ジョエル。ありがとう。よし、オッケー。さあ、うわ、やばい。ちょっと体勢を立て直して。オッケー。え、うわー、やられる。ああ。ちょっとこの木の棒を取って。よし、オッケー。よし。ああ。めっちゃ倒したな、二人で。今ので終わり。多分な。多分。いや終わりでしょうよ。今日はギターの弦取りに行くの諦めない。諦めよ。そう思ってたとこだ。とはいえ出るには前に進むしかない。うへえ。前に進むしかないんですね。わかりました。次回に続く。ポチッと押すだけでいいんです。登録者数が増えると私のモチベーションも上がるので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。